はーい。あ、お邪魔します。お邪魔します。部屋番違うっすよ。これマジで203って言ってたな、さっき。部屋番違うっすよ。お邪魔します。おいつ、おいつ。おお、ここがすごい、あのいつも YouTube で見てる、あ、これね、部屋ですね。すげえ。じゃあ今日は、はい、あ、じゃあ、はい、今日はですね、はい、あの前回、まあ、ひろきを勧誘動画みたいなの撮ったやん。はいはいはい。今日はシャープ2で、お、まあ、その作品作るって言ってたのの、まあ、曲をある程度できたわけですよ。はいはい。それをまあ聴いてもらおうかなっていう感じなんですけど、あれですね、あの送っててもらってた曲ですね。あ、そう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 、はいはい、そっからまたちょっといじりたいね、部分的に。ああ、なるほどなるほど。それを今日はちょっとやっていこうかなみたいな、すり合わせみたいな感じですか。そうそうそう。あとドラムフレーズとか。あ、確かに。ちょ、聴いたいね、これちょっと変ちゃうみたいな。なんか昨日僕あのスタジオ入って練習したんですよ、うん、久しぶりに。で、あのもらった曲叩いてみたんですけど、確かにちょっとこう相談したい箇所があったんで。ドラマーはここせえへんやろみたいな、多分あるんちゃう、やっぱり。なんか 手が4本ぐらい入ってたっすよね。なんか打ち込みあるあるみたいな。ちょっと一回軽く流してみます。はい、いいっすか、お願いします。ノリノリなグルービーな感じでね、いいっすね。まあ、てな感じで、はい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 。どっかあった？ちなみに一回聞いてみて、ここちょっとみたいな。え、もうなんだろう、セクションごといいっすか？あ、ちなみにこれあのサビ始まりなんですよね、曲が。はいはいはい。サビからドラムだけ流してみるか。あ、お願いします。こんな感じっすね。あ、これがMIDIっすね。そう。で、俺結構今回初めて、はい、ゴーストノートめっちゃ入れてんねん。このスネアトクトクトゥみたいな。ああ、はいはいはい。今までの俺ならこれやね、多分何も入れずに。ああ、はい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 。で、行くところをこのちょっと、はいはいはい、これはいけんの、ドラマーとして別に普通。そう、なんか多分それを聞いて、なんかそのゴーストを入れてほしいんだろうなっていうのは感じたんですよ。うん、ただその打ち込みのベロシティがちょっと強めで、あ、なんかこう、あ、もっと弱くした方がいい。なんか、ストラララララみたいになってて、なんかあの、まあ多分ゴーストでいいんですよね、だからそれ。あ、そう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 。え、これ普通？別に。フレーズとして、ドラムとして。あ、それは全然あの、ありだと思います。はい。じゃちょっと弱めるか。あ、いいんじゃないですか。あ、気持ちいいですね。これぐらい？これ全体で聞こえる？聞こえへんぐらいがいいんか、でも。これでいくか。ちょい下げで。ちょい下げぐらいで思っててもらえると、うん、あの、レコーディングした時ダメージ少ないかもしれない。あ、そうだ、マモさん、サビ、もう一個聞きたいとこあったんですけど、うん、なんかタム回しみたいなしてますよね、なんかあの。あ、してるない箇所。ドゥク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 みたいなの。うん、それってどんな感じですか？ここ？あ、そうです。ちょっとそこを聞きたい。これハイタム、ハイとハイとガが入ってる。この二つ。ドンカ、あ、ドドカ。ドドカ。分からん。自分でも分からん。そう、そこが、うん、なんかあの。結構テンポもテンポで早いじゃないですか、これ。うん。そう、なんかそのゴースト入れつつ、その、なんだろう、ビートの中でタムを回そうとしてみたんですけど、うん、なんか僕の技量では、なんか、なんだろうな、そう。ぐちゃーってなる。ぐちゃーってなっちゃって、あの、ポイントでこう。あ、わかりました。ああ。ドゥク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 。これ、ウカーも、ウカーは、ウカーはリムショットか。よな。そうですね、だと無理か、物理的に無理か、リムそれだとこうタム叩いて叩いた瞬間カッカッカッってこう持ち替えないといけないんで、なんかで、これはまあ音源のみのちょっと技ということで、一見ちゃいます、これひろきさんやったら練習したら。ちょっと後でそこのMIDIちょっと写真撮って、うん、持ち帰りますね。あ、MIDI 送るわ。あ、そうですか、お願いします。サビがやっぱ一番難しかった。いや、サビじゃなくて多分次の A メロになるんですかね。なんかこの、なんだろうな、
雰囲気だけ聞きたかったんですけど、なんかこういうなんかチロチロしてる感じのやつが欲しいって感じですか？ああ、そうやな。そのリードが全然ないねん。ほぼグルービーな感じやから、ギターがもうサビで言うと全部バッキングやねん。ああ、はいはい。A メロは動いてるけど、まあ、基本ちょっとそのバッキングのちょっと間になんかフレーズ入れるぐらいやから、あ、やっぱリズムで遊ぶと多分結構退屈になるんかなみたいな。あれ、今の A メロですか？これ A メロ。あ、ドラムをつけると、ああ、なるほど、なるほど。そう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 。ベースも全然、ほぼルートやねん、全部。ああ、なるほど、ね。サビが、ルートやん。はいはいはい。で、A メロが、低音を支えてるだけ、みたいな。うんうんうん。え、シンプルにしたいですか？いや、的には。あの、なんだろう、その、方向性だけ合わせときたいなっていう。その、ああ、なるほどね。まあ、そこはじゃあこう遊ぶ感じで。そうやな、リズムでグルービーな感じで。あ、オッケーです、オッケーです。で、俺が今日ちょっと修正したいのが、はい、この2番の A メロやねんけど、はいはい、ここが、一回し目と全く一緒やねん、今。ああ、はいはいはい。だからちょっとさすがに、まあ、歌もんやったら全然繰り返していいと思うんだけど、はい、ちょっとなんかいじりたいな、みたいな。あ、そっか、そこ一緒なんですね。全く一緒やねん、一番と。で、もうちょっとがっつり雰囲気変えようかな、みたいな思ってて。なるほど。どうしよう、ギター、リズムも変えるか、まあ、ギターは変えたいな。ギター変えるか、ちょっと。まずギターから変えていきます。そうやな。こういう時な、俺一番に引っ張られんねん、めっちゃ。これ、あ、ギター別で撮るか、こっちじゃな、カメラ置いて。チューニングをして、じゃあ行きますか。行きますか。コードが、これあれやな、撮られながらイメージわかんな。どっちかに集中しないで。集中したらすっごい地味な絵になりそうだけどな。どういう風にやってんすか、いつもこうやってちょっとこの1番と2番フレーズ変えたいなみたいな、まさにこういう場面の時は。ああ、でも結構1番がこの低いところ使ってんだよ、音的に。ああ、はいはいはい。だからなんかこうちょっと高いとこ使おうかな、みたいな。あー、なるほど。で、分けるみたいな。はいはいはい。結構あるけど。で、もう基本、なんかこう流しながら、はいはい、ずっとループさせながら、あー、こうやってループさせて、永遠にチロチロやるみたいな。なるほど、なるほど。ソロっぽくはしたくないんだな。あああ、かっこいいじゃないですか。今のいいっすね、いいっすね。これ撮っとかない、忘れてます。あ、そうか、撮りながらこうやってやっていくんですね。じゃあもうそのパーツを忘れへんように。はいはい、はい。とりあえず忘れへんよみたいな。あ、メモメモ。そうそうそう、本ちゃんじゃなくて、あのこれいいよな。いや、めっちゃかっこよかったっす。これでちょっと一回軽く音だけ合わせて。あー、いいじゃないですか。
なんか流れるように言ってるから、これはもっと給付入れて、はいはい、さっきのがいいかてるるって言うとなんかちょっとダサい。これ1個目、これ1個目、ちょっと区切るパターンの2個目な。はい、1っすかね。1やな。1っすかね。いや、いいね、これいいね。こっから今つなげるから、大丈夫かな、この感じで動画的にいけるか。リアルでいいんじゃないですか。コードなんやろ、 G か。G なんで、さてや。じゃってるんで、リズム意識すぎやな。そうか、ギターってあんまりそのリズムガチガチにしちゃうと。いや、いいねんけど、1個目は結構なだらかにいったやん。はいはい、はい。だからあんまもう区切らん方がいいんかな。あ、その流れで、アルペジオっぽい感じでいった方がいいんかな。あ、てるんてるんてるんてる。あ、おお、今ので行こう。今のいいっすね。ちょっと待ってや。てるんてるんてるんてる。まあ雰囲気ね、今日は。まあこれでいいんかな、これでいくか。おお、かっこいい、かっこいい、かっこいい。まあ、イメージこれでな、はいはい、仮で最後に。ああ、いいんじゃないですか。ここを6、最後なんかしたよな。さっき言ってた6連というかさ。あー、デレデデレデ、じゃん。デレデデレデ。あ、デレデデデレデデレデデ、じゃんみたいな。あ、いいっすね。デレデデレデ、じゃんでいきましょう。え、まず、やっときます。デレデデデレデデレデみたいな。まあまあ、イメージそんな。ってさやな。はいはいはい。で、次、ちょっとね、冒険してんすよね。冒険、いつもならしないであろう、はいはい、ブレイクダウンと呼ばれるゴリゴリフレーズを入れてるんですよ。ほら、こちゃんとここにゴリゴリフレーズってあるじゃないですか。あ、ここ入れてるゴリゴリフレーズ、ここがね、ちょっと流しますね。みたいな感じなんですけど、はいはい、でここで4小節入って、これ、これいらんかなみたいな。もうずっと行くならゴリゴリの方がいいかな。あ、なるほどなるほど。どうですか、ひろきさん的には、その辺。あんまりゴリゴリってイメージなかったですね、こうなんか。あ、マジで？はい。あ、全然いける、許容範囲？え、なんか普通に、なんだろう、Cメロみたいな。ひろきもちょっと侵されてるもんな、メタルコアに。確かに。結構重いと思うけどな、これどうなんやろ。あ、じゃあ別にずっとこれが4小節ついても問題ないよみたいな。そうっす、なんならもう一回し追加してもうちょいゴリゴリにしましょうかぐらいの。追加しましょう、じゃあ。あ、マジですか。いいですか。やっぱあのウォールオブデスできるぐらいのさらにもう一段階落とす落とすか、あのもう2バス連打で書き回すか、もうあのっていうのもあります。うわ、懐かしい。みんな大好き。懐かしい。入れましょう、入れましょう、そのドゥーン。それ今、あんな、なんすか、時代遅れとかじゃないですか。いやいや、遅れじゃないっしょ。はい、なんか全然主流ですよね。主流、主流、主流。うわ、懐かしいな、これ。まあまあ、フレーズは、まあ、ギター、まあ、仮でちょっともう一周入れるわ。同じ感じのやつにして。
ドラムもっと落とす場合ってこれさらにハーフにしたらいいんかな。あ、もっとそれか刻む、多分それより落とすと、落としすぎか、なしじゃないっすね。でもそれより落としてももっとハーフ、もっとハーフどうやんねん、もっとハーフにするか倍にするかじゃないですかね。もっとハーフやった重っなしではないっすけど、ギターもじゃああれやな、ちょっと消し、あーあれかもな、こっくりしてあーなるほどね、こっから戻すか普通に、こうメタルじゃないジャンルでこういうドゥクドゥクドゥクみたいなのってあるんですか？ないねな、そっか、ないと思う。メタルの定義がよく分かってないですけど、あ、まあこれでちょっと考えるわ。リズムもちょっと間にそのうっちゃうっちゃ挟むんじゃなくて、はいはい、もうずっとゴリゴリでいくみたいな。なるほどなるほど。こんな感じ、ちょっと仮でこれでやってみるわ。お願いします。なんか音が出たかな。かっこいい。これを左右に振りまして、はいはいはい、いいんじゃないですか。あ、あとちょっとこれ最後に、まあ、これでこれでここはこれでいきますわ。はいはいはい。でこのブレイクから抜けるところが俺全然しっくりいってなくて、今ギターだけですか。今ギターで無理やりなんかこう、ああって言ってるけど、なんかちょっとはいはい、はい、なんかなんかちょっとダサいね。無理やり感、無理やり感あるから。ああ。他のドラムギター以外で何かこう、あないっす。なるほどね。ピアノは違うか。ピアノじゃなくてなんか、ギター一回消しの、はいはいはい、ちょっとインスピレーション邪魔するんでこいつ。今のいいんじゃないですか。シンプルでな、うんうん、今の急にいないの。あ、忘れうちにちょっと待ってエモいっす今の。エモいよな、うん、おうおうおう。これちょっともう一本取って待てまあまあありやな、ありやな、はいはい、どうですか。いや、最初にこれだけ使って、でだけ使って、はいはい、
で、さっきの元あったやつに戻すわ。OK です。で、元あったやつどっか行っちゃったから、ちょっと後で。そこはギターソロセクションではないんですね。まあ、それもありやなって今ちょっと弾いてて思って。そう、なんかブレイクダウンからのギターソロ。なんかかっこいいかなとも思ったんですけど。あ、あるやな。ここをギターソロにするか。バチバチのギターソロ。なんか多分、MV とかの構図も考えると、ギターソロあった方が、なんかメリハリあるかな、みたいな。そうやな。後半、この辺から入るきゃな。はい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 。で、これ繋げる。これ繋げる感じ。なるほどなるほど。前半ちょっとエモエモ系でいって。あ、もう2つ使います。エモエモと早弾き。そうやな。なるほどね。イマジネーションだけちょっと多い。はい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 、はい。いや、いいんじゃないですか。なんかそんな感じで、まあ。まとまりましたね、まとまったら。はいはい。まあこんな感じで、まあ曲作り順調ですよと。進んでますよと。はい。まあいろいろこうやってね、まあまた集まって、練っていきましょうや。なんかめっちゃ懐かしいです。この、バンドメンバーじゃないですけど、こうやって部屋に集まって話しながらこうやってなんか一緒に曲作っていくのはね、懐かしいですね、マジで。ええような、しかもこのなんていうスタジオじゃないけどさ、はいはい、この一緒にこう聴きながらいいっすね、アイディア練ってみたいな。で、これもできたら、はい、ノート PC にぶっ込んで、はいはい、スタジオで流しながら実際にやりながら、あー、なるほどなるほど。とかも次回それにする。次回多分もう完成はすると思うね、曲はこの感じで作って、はいはい。まあ、次までには多分出来上がるから。じゃあもう実際じゃあ生の楽器で合わせて。シャープ3、それやな。実際にやってみて、はい。いけるかどうかみたいな。なるほど、なるほど。お互いあると思うね。ソロとかでも俺、多分リアルやったら、まあ、これ多分レコーディングマジックやから、生じゃ無理やなみたいなあると思うから。ああ、確かに。そういうのやってみるか。実際にやってみて、プレイしてみて。そうですね。感触みたいな。レコーディングはあれっすよね。その別に一発通しじゃなくても、パンチインでしたっけ。あ、全然全然、もう部分セクションごとに取って、はいはいはい、いいとこを集めて。じゃあちょっと、じゃあ実際の楽器でやってみますか、次回は。せやな。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。ちょっと待ってな。